今回はオフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーの解説をしていこうと思います。この曲をギターで弾くにあたってですね、本家は半音下げチューニングで弾いてるんですけれども、ちょっと半音下げチューニングだとギターのコードが難しくなるので、半音下げチューニングで弾いたバージョンとカポタストを1フレットにつけた場合の弾き方の2種類について解説をしましたので、好きな方を弾いてみてください。ちなみに半音下げの場合はあのイントロの特徴的なメロディーが弾けるんですけれども、あのカポを1フレットにつけた場合はこのフレーズがちょっと弾きづらくなってしまうので、まあ一長一短っていう感じですね。それではまず半音下げのバージョンの解説から先にしていこうと思います。このイントロ正直言ってめちゃくちゃ難しいです。何が難しいかっていうと、このまず和音コードとして A のコードが鳴ってるんですけれども、それと同時にっていうメロディーが鳴ってるじゃないですか。でこれは本来は例えば、まあ、ピアノとギターとか、まあピアノだけだったら左手で和音弾いて右手でメロディーを弾くとかそういうことが可能なんですけれども、ちょっと私今回この弾き語りアコギ1本でやるために A の和音の雰囲気とメロディーを同時にギター1本で再現したいっていうことに重きを置いた結果、ちょっとなかなか難しいフレーズになってしまいました。じゃあこれどうやって弾いてるのかっていうと、 A を弾きますね。すると2弦の音がこういう音なんですよ。それを指を離しまして、こんな感じで音を変えていきます。そしたら次に3弦を弾いて1弦で3232ですね。でこっからなんですけれども、この上のまだ離してない人差し指と中指の2本の指があるじゃないですか。これをそのまま下に1個ずつずらして、でまた中指を離すと、で3弦を弾いて4弦の4フレットを薬指で弾く、で3弦っていう感じですね。ゆっくりやると、こんな感じです。めちゃくちゃ難しいですね。まあここまでタタタタンタタ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 タンっていうのを2回繰り返すところまではまあこんな風に弾いて、で4回繰り返すじゃないですか、このフレーズを。3回目の時にまた改めてこの A のコードを鳴らすっていう感じですね。でまた A を鳴らして、っていう感じです。でその後のコード進行についてなんですけれども、これはもう普通に一個一個のコードをジャカジャカ鳴らす感じで弾いてもらえれば結構です。それでストロークなんですけれども、その本家のドラムのリズムパターンがドンパンドンドンパンドンパンドンパンっていう感じのリズムパターンになってるので、
まあそのタタ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 タっていう16ビートになってるんですけれども、そのうちの1,2,3,4,5,6,7,8 っていう、まあ3拍目と7拍目をちょっと強調して弾くっていう、まあ今まで丸の内サディスティックとか他の動画でも解説してきたのと似たような感じのアクセントですね。それであとはそのバスドラムの位置があるじゃないですか、ドンパンドンドン、このドンこのドンっていう低い音ですねのところも若干強く弾いてあげて、優先順位的に言うとスネアドラムが一番音量が大きくて、バスドラムが2番目で、3番目があのスネアじゃなくてハイハット、まあちょっとした間に入れるような刻みですね。はい、まあそんなに厳密にやらなくても大丈夫なんですけれども、なんとなくあこの曲ってこういうリズムパターンなのかなって伝わるぐらいにはアクセントがついてるといいんじゃないかなと思います。スネアドラムとバスドラムの間を埋めるハイハットの部分っていうのは実際はもうちょっと省略して弾くんですけどね。最後のこのフィルインっていうか、また同じコード進行を繰り返すと思うんですけれども、その最後の E のところでこのスネアドラム4回連続でタタタタっていうのが入ってるので、ちょっとそれっぽく弾いてあげましょう。はい、この A メロですが、そんなに音数自体は多くないので、こうそれぞれの和音コードを1回ずつ弾いて、その響きを、まあ、あのギリギリまで残すっていう感じですね。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4っていう感じです。でまあ、あまりにちょっとコードチェンジが早すぎると、そのまあちょっと情緒がない感じになってしまうので、ギリギリまでその和音の響きを残してフッてこう一瞬でコードチェンジができるように意識してみてください。それでこの感情のない I'm sorry のところからなんですけれども、本家を聞くと、みたいな感じでこのドラムの音が入ってくるんですよね。なのでこのさっきと同じように和音を1回ずつ弾きながら、その合間にちょっとギターのボディを叩いてみてドラムっぽい音を入れてあげると、よりその本家の曲の展開に近くなるかもしれません。それでは次に B メロの解説をしていこうと思います。
こんな感じになります。B メロのポイントとしてはちょっとリズムが複雑になるというか、まあ、リズムだけが鳴ってる部分とそれから和音、音程がある音が鳴ってる部分っていうのがすごいはっきりしているので、その音の長さとかに注意をして弾くっていう感じですね。まず最初に、D メジャーセブンスから始まるんですけれども、この D メジャーセブンスは、まあ、U フレットだとこっちのローコードで表示されてると思うんですけれども、その次の C シャープセブンス、ちょっと移動が大変なので、もう最初から5フレットのところの D メジャーセブンス、こっちで、コードを弾いてしまいましょう。すると、あのコードのフォームとかがほとんど C シャープセブンスと似ているので、あのコードチェンジがスムーズだと思います。で、この B メロの弾き方のコツなんですけれども、音の長さがタッタタ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 タみたいな感じで続くんですけれども、実際にコードを弾くときにはこんな感じで、そのコードチェンジする直前にそのコードをもう一回弾くっていうことをやってるんですよね。 D メジャーセブンス弾いて、音切って、もう一回弾いて、でタッタッタッで、また直前で C シャープセブンス弾いて F シャープマイナーに移ると。なので非常にコードチェンジが早くやらなきゃいけないので大変なんですけれども、でここでもまた F シャープマイナーをもう一回弾いて、はい、っていう感じで移動していくことになります。ここの E マイナーセブンスなんですけれども、またここでも、U フレットではローコード、オープンコードで書いてあるんですけれども、やはりこちらもこのハイコードで Em7 を弾いた方がいいような気がします。というのも、ここのベースラインがっていう感じで、ここの音じゃなくて、ここで E フラット、ちょっと半音下げなんでややこしくなるんですけれども、まあ実音だと E フラットですかね。でポジションは7フレットなので E、 E の音、こっちの1オクターブ上の高い方でベースが弾いてるんですね。なのでこのギターで弾く時も、その雰囲気というか音の高さみたいなのを合わせたいので、ここで F シャープマイナーが6弦ルートで結構低いっていう印象を受けるので、その次はこのちょっと高く聞こえるハイコードの E マイナーセブンスを採用しています。ここでオープンコードの E マイナーセブンスを弾いてしまうと、チャ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 ってさらにこう低くなるっていう印象が受けられますよね。でここでこの Em7 をハイコードの方で弾くと、この音が高くなってるなっていう印象を受けるじゃないですか。なのでそういう風に弾いてみてください。ちょっと移動が多くて大変なんですけれども、でちなみにこの D シャープディミニッシュっていうのも、まあ、便宜上というか演奏をよりやりやすくするためにこっちで弾いてますね。こっちじゃなくてこっちです。これもまあ先ほどと理由は同様で、Em7 が高かったり D メジャーセブンスが
高かったりするので、この辺のポジションの D シャープディミニッシュの方がまあ移動が少なくて楽だからですね。この Em7th を弾いた後にここに行くのちょっと大変なので、まあこの辺で済ませるっていう感覚ですね。はい、このストロークをゆっくりやるとコードを鳴らすところはジャッジャージャーチャージャーっていうタイミングなんですけれども、それとは別にこの右手のカッティングみたいなので 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8 みたいな感じで、別にこっちはまた別でアクセントを入れてるんですね。なのでちょっとこのこのコード左手のコードチェンジと右手でこのドラムのリズムパターンを再現するっていうのを同時にやらなきゃいけなくて、なかなか難しいんですけれども、できるとめちゃくちゃ本家の雰囲気に近づくと思うのでやってみてください。それでは次にサビの解説に移っていきたいと思います。基本的にこのストロークのパターンはイントロのドンパンドンドンパンっていうのと同じなので、イントロのストロークと全く同じようにサビも弾いてみてください。でこのサビが終わった後に間奏に入るときはまたイントロと同じようにみたいなのをまあやることになるかと思います。で2番も A メロ B メロサビほとんど1番と同じ感じで弾けるので、ちょっと説明は割愛したいと思います。それで、感想、2番が終わった後の感想の解説をちょっとだけしたいと思います。後の感想はソロがあるので、このコード進行を弾きながらそのソロを再現するっていうのはさすがにちょっと難しいですね。なので、ここはソロを弾くというよりはコード進行をそのままガシガシ弾いてた方がちゃんと曲としては成り立つかなっていう感じなので、まあソロはちょっと諦めてコード進行を弾くようにした方がいいのかなと思います。でこのコードチェンジのタイミングなんですけれども、ちょっと私も原曲聴いてもはっきりと分かってるわけではないんですけれども、1,2,3,4,1,2,3,4 この8拍目というか、まあ、2小節目の4拍目のところで D メジャーセブンスが D マイナーに、でその後 C シャープマイナーセブンスに変わって、その後は1,2,3,4,1,2 が C シャープマイナーセブンスで、3,4 拍目が C シャープセブンスっていう感じで変わってるかなっていう感じですね。この2番の間奏の終わりに Esus4E っていうこの流れがあるんですけれども、Esus4 は曲の要所要所で使っても私は大丈夫だと思ってます。だからサビの終わりとかにとか
B メロの終わり、 B メロからサビに入るとき、まあ要所要所にこの E サス4 E っていうのを入れるっていう風にやっても全然いい感じになると思います。では最後に C メロなんですかね、この最後3番目のサビが終わってアウトロに入る前のあのコーラスがめっちゃ綺麗なところですね。それもこれもロマンスの定めならのところの、ギターについてちょっと解説をしようと思います。それぞれのコードを何拍ずつ弾くかっていう話にも結局なるんですけれども、最初の君は綺麗だ D メジャースガスガ 1,2,3,4 で次の C シャープマイナーセブン 1,2,3,4 ってきて、次の B マイナーからここが2拍ずつになりますね。でまた4拍ずつ永遠も約束もないけれどとても綺麗だっていう感じですね。はい、それでは次にレギュラーチューニングで割烹を1フレットにつけた時のプリテンダーの弾き方について解説をしていこうと思います。カッポ1バージョンの場合は最初のテテテテンテテンテテテテテテテンっていうのを弾くのがなかなか難しくなるというか、そのコード和音を弾きながらそのフレーズを弾くっていうのがなかなか難しくなるので、例えばその、まあ、最初からね2人以上いればそれぞれ役割をリードとバッキングみたいな感じで分担するとか、ピアノがいる場合はピアノの人にお願いしてやってもらうとかやればいいと思うんですけれども、カッポ1の場合は最初イントラ普通にって弾く感じになるかと思います。まあちょっとこれだけだと寂しい感じがするんですけど、こっちの方がだいぶコード進行が、まあ、ローコードっていうかオープンコードばっかりなのでだいぶ弾きやすいんじゃないかなと思います。それでストロークはさっきの半音下げバージョンかのあれと同じなんですけれども、こっちもあのドラムがドンパンドンドンパンっていう感じになってるので、ドンドンドン最初のドンっていう感じで、そのドラムをストロークの中に組み入れるっていうのをちょっと意識してみてください。はい、ここも大体さっきの半音下げバージョンと
まあ説明すること同じなんですけれども、この和音コード1回ずつ鳴らすっていう感じで大丈夫です。なんですけれども、感情のないアイムソーリー、まあ、2回目同じようなコード進行を2回目繰り返すところではちょっとドラムが入り始めるので、みたいな感じで、まあ、余裕がある人は右手でこのドラムを再現するっていうのをやってみてください。まあ、この A メロを弾くポイントとしては、とにかくこの、コード弾きを丁寧に優しくやるっていうことですね。ここはまあ比較的曲の中では静かな部分なので、チャララランってこう綺麗に一個一個のコードを響かせるような意識で弾いていきます。決してこうジャーンとか強くこう弾かないで、噛み締めるようにしく弾くっていう感じですね。では次に B メロの解説をしていこうと思います。この B メロの部分についてなんですけれども、半音下げバージョンではこのハイコードが非常に多くて、まあ、コードチェンジが大変だったんですけど、あれはでもその代わりに左手でミュートするっていうのが比較的楽だったんですよね。で一方でこっちの、カポ1のバージョンはオープンコード開放弦が多く含まれているので、指の力を抜くだけでは簡単にミュートができないっていうことで、ちょっと一手間増えるっていうか大変なんですよね。なので、まあ左手を倒してこうミュートするっていうのもいいんですけれども、私の場合は右手を主に使ってこんな感じですね。まあ、あえてこのここの部分ですね、でチョップするっていうか、この弦に触れてからピッキングをすることによって、まあ、音を鳴らさないっていうことをしています。それでちょっと、まあ、カッティングっぽくするっていうかっていう感じですね。でこの時もできるだけ右手で1,2,3,4,5,6,7,8 っていうアクセントをつけるっていうことを忘れずにやってみてください。すると原曲の雰囲気にグッと近づきます。それでは次サビを弾いていきたいと思います。サビの部分は結局イントロのドンパンドンドンパンっていうこのドラムのリズムパターンと同じことをやってるだけなので、イントロで弾いたようにサビでも同じストロークで弾いてみてください。それでは2番の A メロ B メロサビはほとんど展開が同じなので同様に飛ばしたいと思います。次に、2番のサビが終わった後の感想についてですね、
と弾いていきたいと思います。下げバージョンの時はいきなりハイコードからここの間奏始まってたんですけれども、これはカポイチバージョンでも同様にこの C メジャーセブンスっていうのがあるんですけれども、これはこっちで弾くようにしてください。なぜかというとその後 C マイナーが1,2,3,4,5,6,7,8 拍目で C この C メジャーセブンスから C マイナーにコードチェンジするんですけれども、オープンコードの方で C メジャーセブンスを弾いてしまうとコードチェンジが大変だからですね。なので3フレットでこういう風に弾いてしまえばそのままちょっとコードフォーム変えれば C マイナーに行けるので便利です。それで1個ずらして B マイナーセブンスで、 B セブンスもこれはオープンコードじゃなくてこっちの中指を1フレット分こっちにずらすっていうことで、まあ小指で押さえるんですけども、で押さえた方が圧倒的に楽ですね。でその後、まあ、普通に Em に行くという感じです。 C メロの解説をしていきたいと思います。この3回目のサビが終わった後のコーラスが綺麗なところをやります。メロもちゃんと一個一個のコードの長さっていうのが決まってて、最初の C メジャーセブンス、君は綺麗だ、1,2,3,4 1,2,3,4、まあ、ここまでは4拍なんですけれども、次の A マイナーから1,2,1,1,2,3,4 1,2,3,4という感じで、まあ、2拍ずつコードチェンジをしていくような感じになります。それでは最後アウトロの解説を一応しておこうと思います。このアウトロも、まあ、本家の雰囲気的にはコードを1回ずつ弾いていくっていう感じで大丈夫だと思います。本当はずっとテテテテンテテンテテテテテテっていうフレーズが鳴ってるんですけれども、まあコードだけタタタタンタタンタタ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 っていう感じで、まあそのフレーズを歌うなり頭の中で脳内で流すなりして保管するっていう感じになるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。このプリテンダーは、まあ、テンポは非常にゆったりした曲なんですけれども、 B メロのちょっとリズムが変わるところだったり、ずっと8分音符でタッ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 タっていう感じで曲が進んでいくので、結構走りやすい曲なんじゃないかなと思います。なのでテンポキープとかに十分に気を使って本家の雰囲気とか切なさを出せるように頑張ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。